なぜ襲ってこない？かっさばいてやる。あの巨人は他の巨人を倒してくれるなら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。あれは味方の。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。そうだ、バカ、邪魔しない。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかな。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルミンの考えなら私は従おう。本気かよ。くそ、分かった、やってやる。それであいつをどう誘導するつもりだ。あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。救援要請だ。みんな本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部が壊されたら僕たちはもう終わりだ。僕は本部の周りの様子を見てくる。二人は急いであの巨人を誘導してくれ。狙う。一旦壁上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。邪魔しない。潰す。取れ。わかったね。助かったぞ、アクアマン。援護をお願いします。本部に訓練兵が取り残されているんです。訓練兵が。わかった、こちらでできるだけ周りの巨人を引きつけておこう。助かったぜ、ミカサ。エレンとアルミンは無事か？エレンは邪魔した。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。
人どもめ、私たちに壁を登らせない気か。次ズブ救援要請か、助けに行かねえと。助かったよ。本部にまだ訓練兵が残っています。援護してもらえませんか。なんだと。分かった、本部方向へ行こうとする巨人を引きつけておく。戦わなければ勝てない。ズブ巨人だ。クリスタ、なぜここに。援団、ヤバいってことだよな。兵器、なぜこんなところに。補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。苦戦してるのかよ。このままじゃ壁上に引けねえ。クソ、巨人どもが邪魔しやがる。訓練兵を助けたいんです。援護してもらえませんか。訓練兵が。わかった、せめてこっちで少しでも巨人を引きつけておく。よかった、本部はまだ無事だ。ミカサ、他の巨人が近づいてきている。クリスタを探しに来たの。巨人に会うとはついてねえな。クソ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。ズブ、戦わなければ勝てない。
してやる。ありゃ、なんだ、ミカサ、無事だったか。みんな、あの巨人は巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも、俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば、俺たちはここから脱出できる。なんだと？やったー！